中国株安で爆買い鎮静化化1。中国・上海市場は総合株価指数が3週間で3割下落し、過去1年間続いていた株価急騰のバブルが一気に崩壊したと見られている。東京株式市場でも爆買いで日本の国内消費を下支えしてきた法日客が減るとの思惑で小売関連株が大きく下げた。 チャイナショックが全世界を駆け巡っている。